1回戦の上がり参考タイムは10秒947、2回戦上がり参考タイム10秒785、1回戦2回戦ともに10秒台の上がり参考タイム。同じような展開になったかと思われましたが、1回戦の時直線外側から先行した長田龍拳、それを2回戦川上龍拳内側をきっちりと抑えました。ゆっくりと半周、やや車間を取って長田龍拳が後方、3コーナーから4コーナーへと向かっていきます。前方川上龍拳、さあ内側を取った長田龍拳、一瞬の隙を突いた、そしてそのまま一気に行こうとする川上龍拳、後方から1コーナーから2コーナーへ